トヨタガズーレーシング 86BRZ レース第5戦が10月1日十勝スピードウェイで開催された。このラウンド5は中止となったオートポリスの代替戦として開催され、この土日で2連戦となった。またこの2戦ともにボーナスポイントが設定され、優勝すれば通常より10ポイント加算される。シーズンも大詰め。チャンピオンを争う佐々木正弘、坂口亮平を中心に非常に大事な2連戦が始まる。86BRZ レースプロフェッショナルシリーズラウンド5、十勝スピードウェイ。今大会のサーキット十勝スピードウェイは、数々のレースが開催される国際公認コースである。全長 3.4 キロのクラブマンコースを使用してレースが行われる。各ドライバーはどう見ているのだろうか。中速コーナーが続く、サーキットで、比較的こう複合コーナーというよりは、一つ曲がってまた直線また一つ曲がってっていう、単調なサーキットではあるのかなっていう感じはします。ただそのコーナリングスピードはある程度キープしながら、全コーナー走っていかないといけないので、単調ではあるんですけど、結構その難しいところもあるのかなとは思いますね。いや、正直すごいテクニカルですね。でこう頑張りすぎてもタイム出ないっていうか、すごく綺麗に走らせないといけないコースの見本みたいな、そんな感じのコースですね。今大会は北海道での開催にもかかわらず、プロフェッショナルシリーズには28台が参戦。レギュラーメンバーはほとんど揃った。さらに今回スポット参戦で2013年度 86BRZ レース初代チャンピオン山野直也がエントリーした。あの山野直也が激戦の2016年シーズンに飛び込み、どこまで上がっていけるか注目が集まった。たまたまこの十勝のレースが僕の都合もあって、でなおかつブリヂストンも新しいタイヤを出して2戦目になるのかな、はい、でブリヂストンもその前線の富士でもすごくいい結果が出てたっていうのを聞いて、これはすごいチャンスだなと思って今回この十勝に来ました。ポッと来て上位、ね、この熾烈な今戦いの中でこうポッと上位に行くっていうのは今非常に難しいんですけど、その難しさというのは、ね、ずっと去年までフル参戦でやってきたので、分かってたので、スポット参戦ではありますけど、もう入念な準備を、相当チームにはしてもらってて、事前テストもできましたし、であともうできる限り の, その車側の準備っていうんですかねは、チームの方にしてもらってたんで。北海道が地元の平中克行、金曜日の占有走行で好タイムをマーク。開幕のモテギのような好成績に期待がかかる。そうですね、開幕戦はすごくテストの状態からいい形で、予選決勝と迎えられて、勝つことができたんですけど、その後はこう若干やっぱり気温ローンがともに上がってくるとともに、なかなか思ったような結果を出せなくなってきて、
まあ、この間の富士、2戦ですね、かなり苦労したんですけど、まあ、ここに来ては、まあ、事前にこう水曜日から、入って、テストして、で水曜日のテストもそうですし、で昨日はちょっと雨でしたけど、今日のテストもかなりこう手応えのある状態で走れてるので、そう、まあ、僕自身この十勝は免許を取ってすぐですね、走ったことあるんですけど、でここで四輪のデビューレース、ザールスジュニアで四輪のデビューレースもしてますし、であとはその、まあ、自分自身、フォーミュラトヨタ、レーシングスクールを受けたのもこの十勝なんですよね。でそのフォーミュラトヨタレーシングスクールを受けたことによって、スカラシップを獲得して、で自分の、レーシングドライバーとしての、道が開けたので、まあ、そういった意味ではすごく思い入れのあるサーキットですね。 86BRZ レースプロフェッショナルシリーズラウンド5、十勝スピードウェイ、10月1日、予選。天候は晴れ、路面はドライ、各車両コースインしていく。先頭で飛び込んだのはグッドイヤーレーシングの2台、平中克幸と本島優也。15秒405を叩き出す。続く本島、1分35秒647、 0.2 秒落ちの2番手タイム。早くもグッドイヤーレーシングのワンツー体制が出来上がった。さあ、そしてまだロボットレーシングも出てないですね。 BRZ 勢が出てないようです。ていまして、11時までですから残り時間は7分ちょい。ああ、来た、ここで CG ロボット。予選残り時間7分少々、タイミングを測って勝負に出る井口拓人。ここのポイントは、まあ、100m の看板を過ぎたあたり、路面の舗装がちょっと黒くなった部分があるんですけど、そこからブレーキを開始して1コーナー進入していくような感じで、とにかく十勝は大きく大きく縁石外まで使うっていうのはすごく重要なので、そういうのを意識してやりました。でちょっと2コーナーこの時失敗して、これ失敗なかったら多分コンマ1秒ぐらいはもっと速くなってるんじゃないかなっていうところはありましたね。でここもとにかくイン側も縁石を使いながら外側の縁石まで大きく大きく使っていくっていう感じですね。でここは一番スピードが落ちるコーナー、2速を使ってしっかり2速でトラクションをかけて立ち上がり重視で走っていくという感じ で難しいのがこの最終コーナーなんですけど、まあ、4速から3速に落として高速で入っていくので、どうしてもこうリアが出そうで出ないみたいなところをコントロールしながらいかに速いスピードで走行していくかというのが大事なので、この最終コーナーが、このラップは決まったので、それがまあタイムが出た一つの勝因かなというふうに思います。予選は終了し、369号車平中克幸が予選トップタイムをマーク。でアタック自体は、まあ、そこまでこう完璧っていうほどではなかったんですけど、その路面コンディションとかもちょっと昨日と違いましたし、まあ、その中ではかなりいい手応えを持ちながら、まとめることはできたと思うので、それで結果的に、ね、1番取れたんですごく嬉しいし、まあ、チームみんなもすごい喜んでくれたんで、グリッドダウンはありますけど、チーム全体の、ね、モチベーションとか流れはすごく良くなったんで。平中に 0.1 秒届かなかった井口拓人が2番手となった。タイム的には2番手だったんですけど、
まあ、それもあのペナルティとか加味した上で あまり行き過ぎないように心がけて、まあ、なるべくあの上位の方で行けばもしかしたらポール取れるんじゃないかと思ってたんで、うまく行きました。3位には本島優也が入ってきた。まあまあまあ今までの流れからすればよかったんですけど、でも平中さんに負けちゃった。悔しいけど決勝頑張ります。チャンピオンを争う坂口亮平は1分35秒692で6位。まあ練習で35秒台出なかったんで6秒フラットぐらいだったんで、まあなんとか5秒台入れたかったんですけど、思いのほか周りが上がらなくて僕上がったんで、まあ、結果今日のスタートはまあ周りのペナルティもあったんですけど、まあ、3番手からってことだったん で、まあ、ちょっと自分も計測1周目ちょっと行けてない部分もあったんで、まあ、ちょっとポールは無理ですけど、でもまあ出力でも大体3番手ぐらいの感じは大体見えてたんで、まあ、あの調子はいいと思うんですね、はい、とりあえずまだそれはあんまり考えないようにはしてるんですけど、でもまあね、1位があんまり速くないんで、まあ追っかける方が楽ですね追っかけ倒しますポイントリーダー佐々木正弘のタイムは振るわず1分36秒02で10番手となった。第6戦富士で劇的な勝利を収めた佐々木、シリーズ争いで厳しい展開となっていった。ワーストですよね多分ね、コースに自分が合ってないっていうか、俺がこのサーキットに合わせきれてなくて、車はね別に遅くないんだけど僕が遅い。ここでクラブマンシリーズ決勝の模様をお伝えする。この第5戦で松原聡が優勝すればチャンピオンが確定する。ポールから逃げ切りたい松原聡。2番手には手塚がなっ、依然としてこの3番手争いは4台のバトルがテールトゥーの同一弾。さあ皆さんのそろそろ、さあ松原チャンピオン取るか、手塚がそれを抑えるか。手塚スリップから抜けた、抜けたけどどうなんだ。1コーナーでは無理、1コーナーでは入りません。ちょうどリミッターが当たったぐらいでちょっと横には振りましたけどね。そうですね、は及ばない距離でしたね。うわーちょっと厳しい、ちょっと厳しい。1コーナーではいけないこの前。おお、そして3番手4番手、ひしーさんとハッシーが大変なことになっています。さあインナーにひしー、アウト側に橋本、1コーナーサイドバイサイド、ひしーがインサイド守っていく、そのまま立ち上がっていく。橋本は前には出られない。ホームストレート、カーダンバー128番、松原さとしトップチェッカー。すごいチャンピオン。今回北海道でチャンピオンがかかってるレースだったんですけど、もう一発で決められて本当に良かったです。そうですね、来年はプロクラスに挑戦したいと思います。 86BRZ レースプロフェッショナルシリーズラウンド5、十勝スピードウェイファイナル。トカチラウンドはワンデイレース、予選終了後2時間半ほどで決勝レースの時間を迎えた。地元サーキットで最速タイムをマークした平中克行だったが、前線富士でのペナルティを受けグリッド降格、7番手スタートとなり、最終的にポールポジションは BRZ の井口拓人となった。2番手には F3 で戦う若手坪井翔、3番手ランキング2位の坂口亮平、4番手には2013年シリーズチャンピオン山野直也、5番手服部直樹、6番手 BRZ の久保凛太郎。シリーズ争いで首位の佐々木正弘は8番手からのスタートとなった。しっかりとスタートを切っていきます。うわー、一歩
2位3位があの経験豊富な山野選手と、坂口選手になって、まあ、ちょっと1周目はまだまだ、何があるか分かんないので緊迫した状況でなんとか守っているっていう感じで走ってましたね。後ろを気にしながら、まあまあこの1周目で、まず僕が1番手で帰ってこれたのがかなり優勝に近づいたと思うんですけど、全然、まあ、僕自身1周目からあの冷静でハンドリングもすごく安定している状態で走れてたので、まあ相当変なミスをしない限りは抜かれないだろうなというふうには思ってました。ギアをスライドさせないように気をつけてずっと常に走ってて、やっぱリアはスライドして、今佐々木選手リアスライドして桃島選手が後ろにスリップ入ってこれ抜くと思うんですけど、やっぱりこうワンミスがこのワンメイクレース命取りなんで、なるべく近くで選手が走ってる時は本当にリアも流さないように丁寧に丁寧に走らなきゃいけないんですよね。アウトへ、そして佐々木はインへ、元島は大外まで振っていった。ラインが1コーナー、各ドライバーの思惑でバラバラ、そしてこの1コーナーの立ち上がりのところで1列になっていきます。上位陣は3コーナーから4コーナーへと向かって、元島はこの2コーナーで刺したんですね。これ凛太郎のおかげだな。前で凛太郎が仕掛けていって2台とも外側に広がったところを、まあ、元島選手がイン側をついたような感じですね。これはうまいですね。まあちょっとやってくれると入れるかなというコーナーだと思いますけどね、はい、結構先ほどから8でのサイドバイサイドが、イナッチの盛り上げ方もあれですよね、いいですよね。実はイナッチとはカート時代からずっと一緒にやってて、イナッチのやってモーターが大好きでまあやってモーターはダメなんですけど、自分自身がなってるんで。さあ佐々木と青木がサイドバイサイド、因縁の戦いが1コーナーへと向かっています。今思わず私跳ねちゃいました、ピョーンと。さあ1コーナー、イン側前に出てきたのは佐々木でしょうかね。ここは8番手9番手争いです。今シーズン幾度となく戦ってます、あの2人ですね。そうですね、はい、ちょっと佐々木選手は青木選手に対して丁重に扱わなきゃいけないですよねいろいろありましたからね、今まで個人的ポイントで、さあしかしながら全然遠慮がなさそうなあのバトル、これまた後ろの方がすごいんですよね。やっぱり僕も開幕戦からずっと後ろの方走ってたんで、後ろの苦しさも知ってるし、で今回まあ上位でゴールできて、こんなに上位で走るの楽なんだっていうぐらい楽に走らせてもらったんで、やっぱ予選がやっぱすごく10位以内ぐらいに入っておくのがこのワンメイクレースは重要で。さあそしてホームストレートのところでは久保凛太郎と元島優也の5番手6番手争いも相変わらずという形になっています。久保凛太郎が先行、元島が後ろピタッとついて1コーナー入っていきます。あ、ここで元島選手と久保選手が激しくやり合い始めましたあ、でもここはもう凛太郎も元島のペースがまあ早かったからか生かしてあげて、その後ろについて前に追いつこうって、2台で追いつこうっていう多分作戦に切り替えたのかなというふうに思いますね。ここは BRZ がプロフェッショナルシリーズで優勝はないですね。まだないです。前回の富士大会の2位3位というのが今までの最高でした。手塚優也がクラブマンで BRZ を初めて優勝へと導いたように、井口拓人が行くのか、スバルの皆さんがウキウキしながら今この結果をご覧になっているんじゃないかと思いますが、まだ分かりません。でも今回は僕ポールからスタートして、まあ、逃げるレースができたんで多分勝てたんですけど、もしこのグッドイヤーの2台、元島選手と平中選手が普通通りのグリッドからスタートしてたら多分このような展開になってなかったのかな。もう全然やっぱり後半
特にもう本当この8周目以降ぐらいからその本島選手のペースっていうのがやっぱ全然、まあ、最終的にタイム見ると僕よりも速かったですし、もうバックミラーとかルームミラーで見る車の大きさがどん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 近くなってくるんですよね。でこれがあの正直今回のレースは勝てるなっていう自信があったんですけど、まあもうこの頃には結構次の日の、この時は2レース制だったので次の日のことを常に考えてて、次の日も勝つためにどうしたらいいかっていうのを考えてたんで、正直その本島選手の速さっていうのがすごくこの時は怖かったですね。2番手には山野、3番手坂口、おーそこにペースを上げてきました。カーナンバー370番の本島優也が坂口の後ろに接近してまいりました。ペース的にも坂口よりもかなりいいペースになっていますね。まあ、先ほどのアクシデントのワイヤ小屋もあったにしてって、それをさっぴいても本島かなりペースを上げてきていて坂口との間を詰めています。そうですね、今の周が井口選手が38秒0、本島選手が6秒8ですからね。そうですね、はい、さあこれはちょっと本島表彰台への期待が持てそうな状況となっております。もう坂口選手のすぐ後ろにもうあの本島選手くっついてますね。今6コーナーへとアプローチをしていくところ、まあ、坂口選手はねできるだけここあのポイント稼ぎたいところなんですけどね。さあ7コーナーから8コーナー、うわー後ろから並びかかっていく本島、インガを守っていくかどうだ。さあ坂口と本島のバトルになっています。これは表彰台の一角、3番手4番手争いです。決して坂口選手のペースが悪いわけじゃないんですけどね、今も37秒台で坂口選手走ってるんで本島選手が速い状況です。そうですね、平中選手は39秒台でしたから、まあいろいろ競り合いもあるのかもしれませんが、あでもその前もやはり36秒台を平中選手入ってます。1コーナーに向かってスレスレのところインサイド狙っていくか本島、1コーナーに向けて坂口がアウトサイド、本島インサイド、本島入った、立ち上がり本島優也3番手浮上。坂口良平もいい選手ですね。もう一本締めないのかなと思いましたけど、ええ、結構本島選手もこう修正だというかあのリアタイムきつそうなんですけどね、結構カウンター当てるシーンが多いんですけどそれでも速いんですよね。結構グッドイヤーというか本島選手の走り見てるととにかくリアスライドさせながらでもコーナリングスピード上げていこうっていうような走り方なんで、それでもどんどん前に行ってるんですよね。それがまあ、このタイヤと、まあ、車のセッティングだったりの違いなのかなというところはありますね。今までは坂口とか佐々木とかこの辺りが上位を占めていたんですけれども、風穴を開けてきました井口拓人、そして今シーズン初参戦のかつてのチャンピオン復活山野、3番手には初表彰台の本島ということになるのか。最後坂口良平も諦めてはいません。さあ BRZ がいよ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 チェッカードフラッグ、 BRZ 初優勝、井口拓人大きくガッツポーズ。 86BRZ レースラウンド5十勝スピードウェイは CG ロボット BRZ の井口拓人が初優勝を果たした。またトヨタガズーレーシング 86BRZ レースプロフェッショナルシリーズにおいてスバル BRZ の初優勝となった。2位に上がったのは久しぶりのスポット参戦ながら結果を出した山野直哉、3位には9番手スタートから驚異の追い上げを見せた本島優也。来ていただいてガズーレディ第2位山野です。はい、それではいい笑顔を撮って、はい、そうですね、あのまあプロクラスで BRZ 初めて優勝してこれでまあ BRZ を人気というかもっと台数増えてくれれば嬉しいですし、まあ、その優勝できたのが僕で良かったです。本当に嬉しいです。
ずっと4位ばっかりだったんで良かったです。明日もありますけど。そうですね、明日に向けていい走りができたんじゃないかなと思います。あのスタートにかけてたし、まあ、それがうまくいって、まあ、うまくいけば2番手ぐらいまでは、まあ、絶対ジャンプアップできるなと思ったんで、あのその通りうまくいって良かったです。でも井口選手はすごく速かったですね。全然追いつかなかった。シリーズの争いではちょっと前にあのゴールできてる部分があるから、まあ、それは、まあ、あの一つ良かったかなと思いますけど、まあ、無傷で終わりました、とりあえず。まあ、ギリギリセーフかなと、良平君が2つ前にいるんで、まあ、ギリギリセーフだなっていうところです。はい、良平君にね、勝たれるのが一番僕は辛いところなので、ね、井口が勝ってくれて嬉しいです。はい、トカチラウンドは2ラウンド連続開催。引き続きラウンド7が始まる。北の大地での熱いバトルをお楽しみに。